はい、小学館決算編集部の高永と申します。皆さんよろしくお願いいたします。皆さん学校で漫画を描いていらっしゃるように、漫画ってすごく、一本一本仕上げるのに時間がかかる作業で、そこからまあ受賞してデビューしてって結構時間がかかるし、結構悩みも多いと思うんですけれども、その分毎日毎日が漫画の糧になるという珍しいジャンルでもあって、例えば日常生活で嫌なことがあったりとか落ち込むことがあったりとか、そういうこと全部怒りとかでさえも漫画のエネルギーになると思いますので、毎日毎日得たことを漫画にどんどん発揮していってください。頑張ってください。よろしくお願いします。